では初めのニュースです。冬の間閉鎖されていた西吾妻スカイバレーが今日開通し、シラブ森の館で安全祈願祭が行われました。西吾妻スカイバレーは米沢市のシラブ温泉と福島県北塩原村を結ぶ全長 17.8 キロの山岳観光道路です。冬の間は雪のため閉鎖されていて、除雪作業を終え、今日開通の日を迎えました。安全祈願祭には、米沢市と北塩原村から関係者およそ30人が出席しました。はじめに、米沢観光コンベンション協会の小島弥左衛門会長が、コロナ禍が静まり、観光業もにぎわっている。スカイバレーの開通で福島県と米沢市の人の交流が盛んになることを願っていますと挨拶しました。神事では関係者12人が神前に玉串を捧げ、ドライバーの交通安全を祈願しました。今日のスカイバレーは朝から小雨が降るあいにくの天気で、通行する車はまばらでしたが、雪解けで水かさが増した豪快な滝や、ところどころに咲いている桜の花などがドライバーを迎えていました。なお、夜間は路面の凍結が予想されるため、5月12日金曜日までは、午後5時から翌朝午前7時までの間、夜間通行止めとなります。今までコロナで観光が非常に停滞しておったんですが、年明けてから非常に人の動きが活発になって、外国からのお客様も増えております。そういう意味でこの開通が、直磯観光の振興に、弾みとなってくれればいいなというふうに期待をしているところでございます。改めて、いろいろな方々においでいただいて、各地観光地が活性化することを期待というか念願しております。また米沢市の白布温泉には、今日観光客を迎える大のぼりが設置されました。この大のぼりは西吾妻山、天元台、白布温泉エリアの再生を目指す天元台×白布リボン協議会と白布温泉観光協会が、西吾妻スカイバレーの開通に合わせ観光客の誘客を図ろうと設置したものです。設置作業には白布観光協会のメンバーなど10人が当たり、高さ7メートルの大のぼりと高さ4メートルののぼり合わせて7本を温泉街に立てました。こののぼりは天元台×白布リボン協議会がデザインしたもので、西吾妻山を象徴する白馬の騎士や満天の星空、近くを流れる大樽川などがモチーフになっています。作業を行った人たちはゴールデンウィークに向けて、大勢の観光客に来てもらい、白布温泉の良さを感じてほしいと意気込んでいました。のぼりは季節ごとに色を変える予定で、秋にはオレンジ色を基調としたデザインにしたいということです。では次です。米沢市の建設会社で22日飲食や雑貨のお店などが並んだチャリティーイベントが開かれ、大勢の人でにぎわいました。このイベントは米沢市徳町の本田建設が東日本大震災の復興を支援しようと2011年に始めたものです。2016年からはイベント名を徳町マルシェと題し、よりワクワクする地域活性化イベントとして開かれています。会場には手作りのアクセサリーや雑貨品を販売するテントや飲食物を販売するキッチンカーなど、およそ24店舗が出展しました。中でも建設会社の得意分野を生かした包丁研ぎと網戸の張り替えのコーナーは人気を集めていて、注文する人が次々と訪れ、作業場は大忙しの状態になっていました。
包丁は1本200円、網戸は1枚500円で請け負い、お店の出店料と合わせ収益金の一部は支援が必要な人や団体に寄付していて、去年はウクライナへの義援金として寄付したということです。また会場では献血の受付も行われ、大勢の人が協力していました。本田建設では地域密着の企業として地域のためにこのイベントを今後も続けていきたいと話していました。続いてはミニ企画、今日は新コーナーです。名探偵チャネル光の解いて Q。 NCV のキャラクターチャネル光が問題を出しますので、皆さんぜひ解いてみてください。名探偵チャネル光の解いて Q。 これから3つの問題を出していくピカ。みんなは名探偵チャネル光が出題する謎を解き明かすことができるピカ。最初の謎は間違い探し。2つの絵を見比べて間違いを見つけよう。解いて Q。2つの絵を見比べて7つの違うところを見つけるピカ。制限時間は60秒。残り30秒。残り15秒。残り10秒。タイムアップ。答え合わせ。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、6つ目、7つ目。みんなは何個間違いを見つけられたピカ。次はパネルの奥に隠れた場所を当てるピカ。置き玉のどこかの場所が隠れているピカよ。少しずつ見えるようになるから、制限時間30秒でどこか当ててみるピカ。それじゃいくよ。解いて Q。 残り15秒。残り10秒。タイムアップ。正解は烏帽子山公園。南陽市赤湯の烏帽子山公園は春になると約1000本もの桜が咲くことから、烏帽子山千本桜と呼ばれているピカ。例年4月上旬から5月上旬に赤湯温泉桜祭りを開催してるピカ。みんなはどこかわかったピカ。最後の謎はチャネル光を探せ。これから見せる映像のどこかに僕が隠れているから、制限時間30秒の間に見つけてピカ。それじゃいくよ。解いて Q。
り15秒。残り10秒。では次です。米沢商工会議所女性会の清掃活動が22日掘立川河川敷で行われました。米沢商工会議所女性会では平成15年に女性会の設立20周年を記念して掘立川の河川敷に大山桜13本を植樹して以来、毎年春と秋の2回、河川敷のゴミ拾いを行っています。清掃活動には会員など33人が参加し、えのき橋から春日橋までの河川敷、およそ400メートル区間のゴミを拾いました。地面には冬の間に捨てられた紙くずやビニール、空き缶などが散らばっていて、会員たちは丁寧に拾い集めていました。植樹した大山桜は見ごろを過ぎていましたが、河川敷には満開の八重桜が咲き誇り、参加者は美しい桜を眺めながら、すがすがしい気持ちで清掃活動を行っていました。清掃活動の後には、新しく設置された大山桜の標柱の除幕式が行われました。大河原正樹副市長や、加藤秀樹米沢商工会議所会頭など4人が除幕を行いお披露目されました。この標柱は女性会設立40周年を記念して新しく作り直されたもので、会員たちは記念撮影をするなどして完成を喜んでいました。米沢市が設置する市の青少年指導センターで活動する指導委員に21日、委嘱状が交付されました。指導委員は主に青少年が集まりやすい大型店舗や駅などを巡回し、声かけを通して非行の未然防止に努める街頭指導を行います。任期は2年間で、今年度は9人が委嘱されました。交付式で中川市長は、青少年の健全育成に協力をお願いしますと呼びかけ、一人一人に委嘱状を手渡しました。委員からは、声かけを通して褒めることや励ますことに努めていく。青少年が安心安全に成長できる環境を作っていきたいなどの意見が出され、活動の基本方針を確認していました。指導委員による街頭指導は、ゴールデンウィークが始まる今月29日から1週間、各班に分かれて行われます。なお、米沢市青少年指導センターは、昭和46年から補導センターとして活動してきましたが、今年4月1日からは市の付属機関として名称が変更されました。米沢市内にある3つの橋の歴史や変遷をたどる展示が今、なせば中2階の先人検証コーナーで行われています。この展示では市内にある大橋、相生橋、住之江橋の3つの橋の江戸時代から現在までの変遷などについて紹介しています。会場には図書館や個人が所蔵する絵図や写真、絵はがき、
当時の新聞などおよそ40点が展示されています。資料では江戸時代参勤交代の際に米沢藩主が渡った大橋、明治10年に万世帯路と市街を結ぶため整備された相生橋、明治32年に福島米沢間に鉄道が開通し、米沢駅と市街を結ぶ橋として新たに作られた住之江橋など、交通の発展や変化に合わせてそれぞれの時代で橋が担ってきた役割などを伝えています。また水害が発生した際や開通時の渡り初めの様子などの新聞や写真から、当時の人々の様子や生活についても知ることができます。この展示は来月24日水曜日まで行われています。